おはようございます。わっさー、どうも、琵琶湖をバス釣りガイドやっております、ニックネームなすびです。なすび TV プレミアム8月編ということで、3回目の撮影、井上さんありがとうございます。今回もなすび TV プレミアムは株式会社 D クリエイト社のご提供でお送りしております。6月7月ありがたいことにご好評で、今回3回目なんですけど、まあ第1回と第2回は、まあ、井口さんとの釣り対決で負けたら罰ゲームっていう企画を、まあ、やってたじゃないですか、はい、で今回、第3回目は、まあ、事前に代表の上西さんから連絡いただきまして、とある人を連れてくるのでその方を釣らせてほしいっていう企画内容になっております。第3回目からいきなり企画内容が変わってちょっとドキドキしてるんですけど、はい、第3回目は上西さんが連れてきたとある資格の方に釣っていただくという企画なんですけど、その資格とはこちらです。ムエタイファイターの中野伊織さんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、中野伊織です。よろしくお願いします。株式会社 D クリエイト社のサポート選手ということで、今回彼に釣らせて欲しいということで、来ていただきました。福岡から。そうです、福岡です。でムエタイファイターって、現役の選手。そうです、現役で、はい、プロでやってます。イケメンすぎません、ちょっと。ありがとうございます。イケメンすぎやしないかということで、はい、なんか今回、まあ、今まで罰ゲームあったじゃないですか。で今回も罰ゲームがあるらしいんですけど、まあ、今まで対決勝負だったんですけど、井口さんと、はい、今回は伊織さんに釣っていただく。で釣れなかったら罰ゲーム。罰ゲーム内容がもう事前に聞いてて、もう本当に1週間前ぐらいから憂鬱なんですけど、そもう先にちょっと罰ゲーム内容言っていいですか。はい、今回のなすび TV プレミアム罰ゲーム、伊織選手からタイキック5発。やったー。嫌すぎる。嫌すぎる。タイキック5発はえぐい。タイキック5発。5発でしょ。現場の現役の選手のでしょ、はい、無理やんそんな、はい、ガキ使超えてますもんだって、はい、やってること、ね、ほんまにえぐすぎるわ。そうです、はい、で、まあ、タイキック5発っていうのを聞いてるんですけど、僕が食らうんですよ。井口さんは被害ないんで安心してください。今回本当ですか。本当にないです、はい、いつもありますけど、フリじゃないです、これはさすがに。あ、フリじゃない、触れないです。あ、なんで僕が全部受け止めます。はい、でタイキック釣れなかったらタイキック5発なんですけど、まあ、その条件として、伊織選手が40アップ、琵琶湖で40アップを1匹釣るごとにタイキック5発が減っていくという、うんうん、なんか内容になっております。はい、なので5匹釣れればタイキック僕は免れるっていう、はい、ことなんですけど、はい、無理じゃね。そこはもう そんな甘くないぞ、琵琶湖。頑張っていただいて、はいはい、で、まあ、やっぱり2発以上食らうと、てか1発でも多分この伊織選手の足さっき触らせてもらったんですけど、ちょっと立ち上がってもらっていいですか。はい、これマジでえぐくて、もうね、もう鉄なんですよ、もうえぐい、ほんまにこれ、はい、僕も触らせてもらったんですけど、はい、もうやばかった。いや、こんなん食らうの、はい、ほんまに。いやマジで嫌なんですけど、はい、っていうのでぶっちゃけ1週間前から憂鬱でしょ。はい、そうです。今回あれですよね、タイからですよね。はい、タイから来たんですか。そうですね、半年間タイで、はい、今修行して、はい、一時ビザの関係で一時帰国っていう形で。あ、そうなんですか。そうです。で、はい、またタイに戻られるということで。そうです、ま、待つ、タイにまた半年間。え、日本の方なんですか。そうです。そうですよね。もちろん。サリサリガン。なんていう意味ですか。タイ語で、まあ、こんにちはとか、ありますみたいな感じ。はいはい、でやっぱり最近の、まあ、YouTube とか僕大好きでよく見てるんですけど、まあ、格闘技がやっぱりまたなんか広まりつつあると思うんですけど、まあ、なんか総合格闘技だったり、キックボクシングだったりあるんですけど、こう日本人選手でタイで現役の方って結構やっぱいらっしゃるんですか。そうですね、やっぱ日本だとムエタイはマイナースポーツだけど、やっぱそうなんですか。そうです。でもやっぱこう今タイでもすごいムエタイがこう有名になってきて、はいはい、でまあ、世界でどんどんどん広がってるんで、はい、そう、数はまあ結構いますね、やっぱりムエタイ。そうなんですね、はい、ムエタイってタイ発祥のスポーツですよね。はい、国技ですね、タイ。
なぜムエタイを されたんですか。やっぱり日本で行ってたらムエタイやろうって多分、ね、なかなかなりにくいようなイメージがあるんですけど、わ、はい、からないですけどね。まあそのムエタイ始めた前に、はい、テコンドー、韓国、あ韓国、はい、これまた異国の韓国の空手。そう、これはまあ小学校の時に、はい、小学校の体育館で夕方、あそうなんですか、友達が習ってるからっていうことで小学5年生の時に、はいはい、まあ遊び程度で習い始めて、はい、でそこで高校3年生までかな、はい、結構されてたんですね。そうですね、結構長い間してて、まあ、選手としてもやってて、はい、そうですね、九州大会3位とか、すごい結構なこう成績残してたんですけど、はい、やっぱこう何ですかね、階級がちょっとこう大幅、うんうん、すごく細かくなかったん で、はい、でやっぱ大きい人と戦うのもちょっと厳しくなってきて、はい、で高校3年生の時ちょっと悩んでた時に、はい、まあ、格闘技はもともと好きだったから、はい、福岡でライジンっていう、はい、ライジン有名ですよね、はい、そうです、それがあるってやって、はい、で見に行った時に、はい、まあ、自分と背丈が変わらない選手がすごい速いし強い選手がいて、はい、ですごいなって思ってたら出身が福岡で、あ同じじゃんって思って調べてたら、はい、福岡のジムで練習してるってなってて、はい、でもうちょうどテコンドーもちょっとやめようかなって思ってた時だったから見学に行ったんですよ、はい、そしたら、まあ、たまたまその自分がこうすごいなって思ってた選手が練習してて、うん、あそうなんですか、そうなんですよ、でそれでじゃあ教えるよってなってこうその人が直々にこう初めて教えてくれて、はい、あそうなんですか、あもうムエタイしようって楽しくて、あ その方がムエタイされてますか、そうですそうです、あその選手がライジンでムエタイの試合で、あライジンでムエタイのなんか、そうです、ムエタイルールの試合で、はい、でそれで、あその時キックボクシングルールだったかな、はい、けどこうムエタイのジムでっていう、あそうだったんですね、そうなんですよ、でこう行って教えてくれたからもうそこであもうやろうって思って、はい、でそうですムエタイ始めたって感じですね、高校3年生から。イケメンすぎやしないかで、あの井織選手は、まあ、バスリも好きらしくて、でやっぱり現役の方で、釣りする時間も多分あまり取れないと思うん で、ね、すごい楽しみで来ていただいたということで、まああの5本釣っていただけるようにちょっと頑張りますなすび TV プレミアム、あの7月のなすび TV プレミアムではなんかあのまあ大きく分けて、まあ、7月8月結構似てることもあるんですけど、まあ、メインチャンネルの釣りだったりとか、まあ、そのインサイドだったり、まあ、その他のエビモエリアを狙うこのまあ2パターンのうちのエビモパターンを軽くご紹介させていただいたと思うんですけど、今回の8月編ではちょっとメインチャンネル、まあ、琵琶湖今何個来てるんですけど何個のメインチャンネルの流れが当たってるところ、そこのウィードエッジ、ウィードの生えてないところを生えてるところの境目の変化を、今回狙っていきたいと思います。で最近8月に入って放流量も今15トンで、全然水が流れてない状態なんですけど夏バテしてるんですよバスが、なので朝から強気に猫コリグ投げようと思います。強気ですね強気に強気で、そうです、弱気に、はい、はいはい、弱気に弱々と猫リグを、はい、やっぱり困った時は根こそぎ釣れるリグで猫リグですわ。なるほど、はい、キンクエアの 4.8 インチにで 1.3 グラムのネイルを入れてます。はい、フロロカーボンは X レッドの5ポンド高齢者ので、サオはサイドワインダーのラピッドフッカーっていうノットを使ってます。これを伊織選手に使っていただこうかなという、はい、そうです、はい、やるぞうわなすび TV プレミアム、あのナスビ TV プレミアム見たことあります？そうですね、2回ぐらい2回しか出してないんですけど2回ぐらい、1回は多分嘘じゃないですか。いやいや、ありますあります、 あります、お腹は全然、あでも僕は触るよりあれですかね、そうです、お腹触らせてくれるんですか。はい、触っていいっすよ、はい、あ、やばいな、えぐっますか、いや、すごいこれは、ちょっといいですか、はい、触ってください、うおぉわざとらしいこの腹斜筋まあウィードエッジって言いましても、まあ、ウィードエッジってこう南北にこう広がってるんですよ。なのでその中でも、まあ、絶対変化を狙った方がいいんですけど、その中でもここはちょっとウィードのエッジの若干中に入ったところでウィードがちょっと抜けてるんですよね、まあ、いわゆるもぬけスポットなんですけど、そこにベイトフィッシュ、今コアユとか結構いるんですけど、それを追い込んでこのもぬけスポットで食わしてるっていう図が今なってて、
でそこを今狙います。でそのウィードの抜けてる場所だったりする場所にこう投げて、で大体水深 3.5 メーターぐらいなんで、まあ、10秒ぐらい沈めたら、まあ、そこはつくかなと思います。で10秒ぐらい経ったらアクションはちょん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 って、僕ズル引きシェイクって呼んでるんですけど、まあ、この底をズルズルさせるのにちょっとシェイクを加えるような感じのアクションです。まあ、至ってまあ琵琶湖では結構定番であるアクションかなと思うんですけど、でこのズル引きシェイクをやってる時に、まあ、ウィードに、まあ、モヌケスポットって言ってもちょっとウィード生えてるんですけど、そのウィードに一本一本丁寧に引っ掛けて外しながら、まあ、このリズムは変えずに止めずに、ゆっくりとズル引きしながらシェイクしていくっていう感じです。なのでウィードが薄ければこう弱いアクション今みたいな感じになりますし、ウィードが結構濃い場所だったらちょっとこう強めのアクションになるっていう感じで、そのウィードの背丈に合わせて、アクション変えるっていうような感じですね。ウィードに当たる感じあります？あります、あります。今回のナスビ TV プレミアムでは、まあ普段の、まあ、メインがやっぱり今琵琶湖ガイドでやってるので、まあ、伊織選手が、まあ、ゲストさんとして、まあ、今回普通のガイド風景の撮影になると思います。まあ、意外とね琵琶湖ガイドの人の撮影って、まあ、ガイドさんがされるじゃないですか、実調。でも実際ってやっぱりゲストさんに釣っていただくお仕事なので、意外とガイド風景って YouTube 上であんま出ないと思うんで、確かにそういうのをちょっとお届けできたらなと思います。ジェントルマンです手映ってないですやっぱあの前も喋ってて井口さんはやっぱおもろすぎるってなって、はい、僕の出会った中で、はい、もう10本の指に入るぐらい井口さんおもろいなって。いやいや、まあ、なんとかね笑いにできないかっていうのは常に芸人魂があるんですね素人芸人魂が僕みたいなもんがあるみたいです、はい、NSC 出身とかですかしかしまあでも罰ゲーム激しいですね。じゃあ罰ゲームってやりすぎなんですよほんまに。じゃこれも全部 YouTube でアップしてほしいんですけど、はい、じゃほんまに3回目でタイキックはやりすぎなんかその1周年記念とかでやるやったらまだ分かりますけどちょっと次どうすんねんって感じですもんね、もう考えてないですもん第4回の罰ゲームは。そうですね、罰ゲーム自分で考えてますもんね。いやそうですよ、あのやっぱりね釣りで生きていくってなったらこうプロデュースから、はい、発信全て自分でやるプロモーションしなきゃいけないんで、はいはいはい、もちろん手伝っていただいたり、まあ、今回の、あのディークリエイト社のディークリエイト社の、方々にもこうやって違和感しますえ、何ですか、はい、何してるんですか。チックショー古すぎました。ちょっとネタが分かりますね。分かりました。よかったよかったわ。10年以上前ですよネタ。いや20年経つんじゃないですか。チックショー。ナスビ TV プレミアム。いやもうこんぐらいでいいんだけどなもうまだ続けたい。なんか練習みたいな、どんぐらいでやりますかみたいなので。あ、来た、よしよしよし、おーおーおーよし、おおやばいやばい、カメラマンの井口さんがまたやらかした。やらかしに行き来た来たじゃないですよ。すげえあれしかもサイズが、あでもこれって、もうこれってあれじゃない、1本に入らない40以下やった、まさかの。あらららら、キンクエア 4.8 インチで、はい、釣れました釣れました、はい、この場所井口さんのホームビデオになってます井口さんのホームビデオ僕のチャンネルでアップする確かにいいな。
よし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 すぎるわ、ちょっとマジで暑い。今日どちらに休憩するんや。今日は星のコーヒー行きましょうか。星のコーヒー、はい、あ、もう着きました、はい、めっちゃ近いでしょ近すぎる近すぎるでしょ。サンデーです。サンデーですね。ミートスです。いおりさんって2食くらい結構食うんすか。食わない。いや、食べようと思ったら食べれるっすけど、あんまり普段から。あ、そうなんですね、はい、結構減量きついんで。え、普通にこういうの食うんですか。あ、食べますよ、はい、で、そんななんかミートソースとハンバーグみたいな、はい、いっぱいは食べないですけど、普通のこう一つは食べます。普通日本食信じられないぐらい美味しいですね。いややっぱそうなん、みんないますよね、海外から。タイのチャーハンなんか食べないですもんね。チャーハン、あ、チャーハンですか、タイ、はい、食べますよ。あ、食べます。タイのチャーハンめっちゃうまいっすよね。めっちゃうまいっす。そうなん、チャーハンだけうまいっす。パッポニューパン、え、違う、ハッポニューマンカレーって。ああ、なんか有名なやつ。めっちゃ、食ってないですか。そうです。それ死ぬほどうまい。カレーとその2つはうまい。あと、マッサマンカレーもうまいじゃないですか。有名です。タイうまいな、あれ。そうなんだ。カレーがうまいです。観光地はうまいですよ。田舎なんで行ってるところ。ああ、そうか、そりゃそうです。え、タイって マッサマンカレーって知らないですか。知らない。マッサマンカレーっていうのがタイで確か有名なんですけど、うん、マッサマンカレーは、なんかの調べによると、なんかのデータが取れるんですけど、うん、世界で一番美味しい食べ物とされてるんですよ、うん、マッサマンカレーが、世界で一番美味しい食べ物ですよ。誰基準やんって感じですけど、マジ誰基準やんって感じなんですけど。で、なんか鳴ったらしいんですよ。何鳴ったっていうのは腸が出たじゃないですけど、あ、なんか何盲腸ですかね。なんかやばい、脱腸かなんか、もう障害やん、プリって出てきたらしいんですよ。で、トイレからさ痛くて30分出てこなくて、病院行ったらなんかで出て、病院行ったら生かしたんですらしいっす。病院送りのよりっすか。なんかここは多分ないっすね、楽しみは。やけどその、まあ、試合で勝った時が一番楽しい。まあまあ、そうです。それのためですもんね。それもプロはプロやし、うん、いや別にだから本当は日本だったら試合終わったら1週間休めるんで、1週間の休みの間でいっぱい遊び行ってとか何してとかするのが楽しみやったんですけど、はい、タイはもう試合終わってもまた次の週試合だから。いや、すごいですね。すぐ練習練習練習で、うん、ずっとオンっす。そうそう、ずっとオンっす。召し上がろっか、でははい、いただきましょうか、はい、これスプーンで、うん、パイケーキみたいな顔ずくずくに大やけどっすよすごいスフレドリア。え、中に何か入ってるんですか。多分中にお米が入ってるんじゃないですか。お米というかドリア焼けたらそうですよね。そうめっちゃ熱かった。いただきます。あ、こういう系ね、美味しい美味しい。甘い感じですか。まあ、ほんのに甘さがあるというか、まあまあ今上っ面しか食べないんで何とも言えないですけど味が濃いっすね。あ、濃いん。いつから日本に来てるんですか。3日前。あ、で3日前が一番感動してるんじゃないですか。やばかったです。一発目はどこで食ったんですか。空港とかで食ったんですか。車の中で、はい、ばあちゃんのおにぎりと漬物を食べた。あ、なんか言ったんですね、そういうの。めちゃくちゃばあちゃんのおにぎりと漬物、はい、作ってもできるんですか。染みますね。めっちゃ染みましたね。なすび TV プレミアム。TV プレミアム。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと実力不足で申し訳ありません。全然悔しい。もう一回。いや、思ったより爆風にやられましたね。ああ、最後そうですね、はい。今日は本当に朝一から反応が悪くて、僕のアジャスト不足でした。ゆりさん本当に申し訳ないです。ありがとうございます。はい。入っても頑張ってください。ありがとうございます。いや、そこで終わりじゃないんですよね。ということで、はい、まあ、いおり選手が釣った本数で
ハイキック5本分が減ってくっていう、まあ、ルールだったと思うんですけど、伊織選手0本です、すいません。いや、あ、ということで、はい、ハイキック5回5回そこで5回はないっすよね、なかなか。お願いします、せめて1回にしてください。お願いします、1回にしてください。わかりました、1回でいきましょう。本当ですか？いやいや、ありがとうございます。すいません。ということで、タイキック1回だけあの、行かさせていただきます。1回だけ。おっさサンチたち。どうなんの？こっちも抜けるからいいか。あー。自分とか怖いかもしれない。あー、確かに。そんなレベル。いやいや、普通は嫌いないですけど。え、これ、お尻突き出した方がいいっすよね。ですね。あの、腸だけ出ないように。違う、そんなに、ほんまやばい。多分成長してるはずですから、18歳の頃。まあ、それはそうです。確認で聞きますけど、はい、ハイキックやります？で、いや、もう、はい、承知しました。もう、罰ゲームですから。怖え、はい、じゃあちょっと、楽にさせてください、早く。こうは、いくいくいく。3、2、1、いきますね、はい、あ、OK です。いきます、3、はい、2、いったい痛い。なんかです。なんかです。超効かない。もう一回いきますか。なんでよくない。もうよくない。よくないですよ、もうマジで。いや、もう一回って終わりました。え、もう一回だけやって。もう一回いくんですか、マジで。なんでもう一回いくの。もう一回。え、今のリアクションも上手くなかったっすか。いやいや、もう一回ガチやけど。結構いい音しなかったんです。いや、したっす、したっす。え、じゃあなんで、何が不満なんですか。もはや。え、どういうこと。もう一回いって、わーで終わりましたよ。もう一回いくの。はい。なんで。大丈夫ですか、まだ。ちょっとまあ大丈夫な大丈夫ですけど、うん、ちょっと大丈夫そうに見えた。じゃあもうバラエティ番組やからガチじゃないから。逆にピンポイントじゃなかったら痛いっすね。ああ、そういうこと。何言おうと思うの。じゃああかんて。いや、そんな大きい嫌いなんですよ。ニューヨーク行く前に痛かったから普通に。ああ、いやいや、もう言うても、はい、あと1回だけ。あ、ちょっとお願いします。おやした、マジで。何、はい、ここで確認しとかな、マジ怖いから。はい、作るんかなみたいな。いや、本当にもう一回すんの。もうちょっとだけですね。はい、えぐいって、マジで、はい、怖い。いきます、はい、3、はい、2、はい、1。いってぇ、痛いよ。いってぇ、痛いよ。今のが痛い。音が痛そう。痛すぎやろ。やりすぎやって。振り切った手見えたもん。いや、今の音はすごかった。痛すぎ。今のは痛い。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた次回。はい。はい。よろしくお願いします。おっす。はい。おっす。